かやっぱめっちゃ優勝できたいできたいです。どんな今日ダンス盾になるよ。最近電波の撮影天気良くないですか？外撮影さ天気悪い方いいじゃん。はい、なんか一番最初のさあ、お前が晴れ女、晴れ女、晴れ女、言う晴れ女電波組の青にゃんです。よろしくお願いいたします。ちょっと今日なんかね、おしとやかな気持ちですぐうふふふっていうだりともね、同じところでそう、ピーちゃんに紹介してもらいました。ね、信頼の7年ぐらいずっとやってもらってるネイルなんで、すごい。これがあると高貴な感じがしますよね、うん、選挙とも言われたんですけど選挙ではない。かわいい、これお気に入り。戻ったらお弁当食べたいなって思ってました今、ね。お腹空いてきた。牛ハラミ大好き、うん、私はつくねでしょ。つくねと鮭となんかいろいろ入ってる。楽しみ、ね、美味しそうだった。美味しそう、食べたい。まつげに髪の毛が乗るで有名の高崎ひな入場です。帰ってきた、ただいま。滑りたくない絶対に滑りたくない。今のさ、もうです。じゃあ出てくださいってやつや。15分ぐらい目安で、行きたいと思います。よろしくお願いします。あっけしんめ、あっけしんめ、あっけしんめ知ったよ。今休憩中で、これからの写真の方の撮影があっちであるんですけど、それを待ってます。けど今回ダンスがなくて、そのアップ撮ったりとか、みんなでわーってあの草原ではしゃぐみたいなのとかを撮ってたので、なんかこうずっとみんなで写ってるっていうより交代交代なので、なんか自然と疲れみたいなのはあんまりないです。ただちょっと時々眠くなるっていうだけです。はい、受け出るように、ちょっと頑張って負けるようにしていきたいと思います。先に来て待ち合わせ場所にいたのに私が後に来て
遅いよ遅いよ心配したんだよ。どの口が言うとんねん。ケーキ食べてたから送ってた。最悪最悪な友達。普通にのんびりしてた。ありがとう。でもそんな感じです全体で。前のペタズはちょっと動かせる。交換メイグッズのミュージックビデオ撮影中ですけれども、皆さんいかがでした？かわいい！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 衣装がもうおかしいじゃない。イエーイ。でもなんか今日本当にかわいいね。かわいいから見ても絶対かわいい。確かに前回の MV が衝動的だったからまたちょっとギャップがあってね。すごいかったもんね。地味にも踊ってない。ほんとだ。あれ今日ずっとなんかキラキラっていうイメージショットが可愛い。スタジオもすごい可愛くて、いい感じなんで、いっぱい見てね。見てねー。ダンス踊ってるみたいにずっとリズム刻んでて大丈夫。以上。え、以上。鼻高い終わるみたい。私たち撮影終わりました。終わりました。いろんな綺麗な電波グリンクが見れるような MV になっているんじゃないかなと思います。どうですか皆さん。あのもう可愛いって最強だなって思います。キャッみたいなじゃなくて自然で、はいみたいなのがもうそわ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 するわけですよ。でもねそれが完成見たらちょうどいいのかもしれない。楽しみですね、どうなるのか、ね、めっちゃ綺麗な、綺麗な綺麗になりそうな可愛い子さんです。完成楽しみにしています。私たちは楽しみですね。ぜひ皆さんの楽しみに。あのすごいみんなと仲良くワイワイキャキャ言って撮影できて楽しかったです。お菓子もいっぱい食べれたしありがとうございました。あの全員で白いふわふわの上で座ったりして撮ったんですけど雲の上みたいで素敵だったのでぜひ注目して見てほしいです。はい、お疲れ様です。はい、交換デイブック MV 撮影が私のパートは完了しました。この間そのワンマンライブ終わったばっかりだったんですけど、なんかそのワンマンライブの打ち上げじゃないけどそんな感じ、ちょっと女子旅しに来たぐらいの感じですごい和やかなムードで撮影進んでいきました。楽しかったです。なんか自分でも見るの楽しみです。こう歌ってるシーンがライブ以外で見れるのってやっぱ MV なので、あ、このパートこの子と一緒に歌ってたんだとかそういうところもチェックして楽しみながら、はい、あの MV いっぱい見てもらえたら嬉しいです。楽しんでください。コジペロをクライアンプアップしました。なんだってクランクアップ、クランクアップしました。イエーイ。いやーどんな MV、うん、コベちゃん今回はすごい穏やかで、うん、わーって幸せなものがいっぱいみんなに降り注ぐような MV となってます。素晴らしいエモい感じになってると思います。見てください。うん、楽しみ。バイバーイ。バイバーイ。MV 撮影終わりました。あれはめっちゃ楽しかった。ちょっと公園でみんなで輪になって踊ったすごかったね。なんかあれはね、なんていうの、こう普通にこういうのもしたしたし、でも一番記憶に残ってるのがさ、うん、なんかメンバーでさ、うん、人狼ゲームを私がさ、めっちゃ目見て、うん、小杉さんは人狼じゃないですよねって言ったら市民絶対そうだよ絶対そうマジでなんかもう内側から溢れ出る私は人狼ですという意思がねもう本当に可愛くてね、なんかああいうのね、もう
また企画とかでやりたいね。楽しかった。人数が多いからね。ね、いろいろちょっとね、面白いよね。ミュージックビデオとっても素敵に仕上がっていると思われますので、そうです。メイキングと合わせて楽しんでいただければと思います。